マスターデュエルの新情報が公開され、新パックザ・シンクロナイズドコスモスが発表されて、海外先行テーマで OCG に先んじて実装されることになったゴーティスや、 OCG の環境でも活躍しているアクセルシンクロスターダストドラゴンとアサルトシンクロン、他には世界竜ジーランティスや翡翠帝エジルギュミルなど水属性の強力なカードが実装される。早速詳細を見ていこう。まずは海外先行で実装されたシンクロテーマゴーティスで、ビートルーパーの時と同様、海外先行テーマが OCG より先にマスターデュエルで実装されることになったため大きな注目を集めている。海外では GHOTI というスペルで登場し、そのまま普通に読むとゴーティだが、トライ用によってはフィッシュとも読めるという英語のアルファベットのイレギュラーすぎる綴りを託した定番のジョークが元になっているようで、種族は魚族で統一されており、深海魚を思わせる神秘的なイラストが非常に印象的で、宇宙から来た生命体という設定らしく、パック名のコスモスはこちらに由来しているようで、相手ターンのシンクロ召喚と除外を駆使して戦うテーマとなっており、そのエースモンスターとなるのが最果てのゴーティスで、魚族チューナーとチューナー以外のモンスターでシンクロ召喚できるレベル10の魚族シンクロモンスターで、相手ターンにシンクロ召喚した場合になんとフィールドのカードを全て除外するという非常にダイナミックな効果を持っている。当然自身も除外されてしまうが、フィールドから除外された場合は次のターンのスタンバイフェーズに自身を再び特殊召喚できるため、開始のターンにもアタッカーとして活躍する優秀なエースカードといえる。除外されているモンスターの数かける500という攻撃力上昇効果も非常に強力で、シンクロ召喚時の効果で除外した相手モンスターも含めるとかなりの火力が期待できそうで、相手ターンに最果てのゴーティスをシンクロ召喚するのが目標となるが、その展開の要となるのがレベル2のチューナーモンスターたちで、除外された次のターンのスタンバイフェーズに特殊召喚することができ、特殊召喚された相手ターンのメインフェーズに魚族シンクロモンスターをシンクロ召喚できる共通効果を持っている。自分のターンにこれらを除外しておき、相手スタンバイフェーズに特殊召喚することで相手のメインフェーズにシンクロを構えるというのが基本的な展開となる。除外したチューナーに加え、シンクロ素材となるモンスターを展開しておく必要があるが、縛りの緩いレベル6シンクロである、アリオンポスサプラントオブザゴーツィはシンクロ召喚時にデッキから魚族を除外できるため、この効果で先ほどのレベル2チューナーを除外しておくことで相手ターンにレベル8のゴーティスシンクロモンスターやホワイトオーラホエールのシンクロ召喚につなげ、相手の盤面を崩す展開が可能となるため、まずはこのアリオポスサプラントオブザゴーティスの召喚を目指すといいだろう。さらにもう1体レベル2チューナーを特殊召喚できていれば、そこから最果てのゴーティスにつなげ、相手の盤面を完全に消し飛ばすことも可能で、最果てのゴーティスはよく見ると魚族チューナー1体以上という珍しい書き方の召喚条件となっているため、レベル8シンクロを介さずにレベル2の魚族チューナー2体とレベル6モンスターを素材に召喚できることも覚えておこう。除外された次のターンに効果を使用するという特徴は源流族テーマであるメタファイズに非常に似ており、メタファイズと同じくマクロコスモスなどの墓地メタカードを採用したり、変わったところでは抹殺の指名者を展開目的で使用したりと、相手ターンのシンクロも相まってかなりトリッキーな戦い方ができそうなテーマだね。サリュージャスカルデットに続き診療所でもおなじみとなっていた世界竜ジーランティスもついに実装となって、効果モンスター1体以上という緩い召喚条件が特徴的で、ドロー効果を使い終わったスカルデットをジーランティスに変換しさらなる展開を狙うことが可能で、場のモンスターを全て除外した後に元々の持ち主の場に特殊召喚するというリセット効果を持っており、リンクモンスターのリンクマーカーの調節やエンドフェーズに自戒するデメリットなどのリセットに加え、名称単一制限のない効果を使い回したり、スカルデットの効果で手札から特殊召喚したリバースモンスターを裏側守備表示で特殊召喚し直すなど様々なコンボが狙える非常に優秀なモンスターで、リセット効果は元々の持ち主のフィールドに特殊召喚されるため、相手モンスターをリリースして怪獣を特殊召喚し自分フィールドに帰還させたり、水属性がメインのデッキではアリンセスコーラルアネモネを経由することで自身に水属性以外特殊召喚できない縛りを課し、そこからジーランティスのリセット効果を使うことで自分の水属性モンスターのみを帰還させるという凶悪なコンボを狙うこともできるぞ。
自分が相手のバトルフェーズにフィールドの相互リンク状態のモンスターの数までフィールドのカードを破壊する効果を持っているためジーランティス自身をリセット効果でメインモンスターゾーンに配置し直しトロイミア・グリフォンなどと並べておくことで最低でも2枚のカードを破壊することが可能で今後も医学界などを中心に非常に頼りになるカードなためぜひ引き当てておきたいところだね。翡翠帝エジル・ギュミルは翡翠デッキの新たなエースカードとなるレベル10のシンクロモンスターでフリーチェーンで自分の場の表側表示モンスターに破壊耐性と除外耐性を付与できる効果を持ちさらに相手の効果にチェーンしてこの効果を発動した場合はチェーンした同盟カードを相手フィールド墓地から全て除外できるため強固な耐性付与と除去を兼ね備えた非常に優秀なモンスターで氷結界など水属性縛りがつくシンクロデッキではレベル10シンクロは双剣対抗昇栄くらいしか選択肢がなかったため強力なモンスターの追加は嬉しいところで続いて実装されるのは OCG の環境でも活躍しているシンクロモンスターアクセルシンクロスターダストドラゴンでレベル8のシンクロモンスターで素材に縛りはなくシンクロ召喚時に墓地からレベル2以下のチューナーを蘇生できるレベル8のシンクロを出せる状態であれば素材としたチューナーを即座に蘇生してレベル9から10のシンクロにつなげることができシンクロモンスターやドラゴン族を非チューナーに指定するシンクロモンスターも出しやすくなるのでシンクロの中継地点として非常に優秀なカードで2つ目の効果で互いのメインフェーズに自身を生贄にスターダストドラゴンをシンクロ召喚扱いで特殊召喚しその後自分の場のモンスターを素材にシンクロ召喚し召喚したモンスターに1ターンの間相手が発動した効果を受けない耐性を付与できるスターダストドラゴンを素材に指定するシューティングスタードラゴンを出しやすくなるほか先行では使いにくい大型のシンクロモンスターを耐性を付与して召喚して相手ターンをしのぎ開始のターンで攻めに転じるといった使い方も強力でアサルトシンクロンは自分のメインフェーズに700ダメージと引き換えに特殊召喚できるレベル2のチューナーモンスターでバニール限りシンクロしかエクストラから出せない制約が課されるがほぼ無条件で展開できる非常に便利なチューナーでさらに自分フィールドのドラゴン族シンクロモンスターがリリースか除外された場合墓地から自身を除外しそのシンクロモンスターを特殊召喚する効果を持つスターダストドラゴンシリーズのリリースして発動する効果をトリガーとし即座にフィールドに戻して無効効果を継続して構えるというデザインと思われるがスターダストドラゴン以上に混沌魔竜カオスルーラーとの相性が抜群でありアサルトシンクロンが闇属性なためカオスルーラーのシンクロ召喚時にサーチがしやすくカオスルーラーとアサルトシンクロンでフルールドバルネスなどを召喚し光と闇を墓地から除外してカオスルーラーを蘇生素材として使用し除外されるとアサルトシンクロンの墓地効果で帰還させることができ1ターンにカオスルーラーを3度も使い回すことができるので OCG ではドラゴン族のレベル6モンスターを容易に展開できるビーステッドやレベル2であることを活かしてスプライトと組み合わせて活躍していて前述のアクセルシンクロスターダストドラゴンと合わせると少ない手数で大型のシンクロモンスターにつなげられるためシンクロデッキを使うデュエリストは両方揃えておきたいカードと言えるね総じてビートルーパーに続き海外先行のテーマであるゴーティスが OCG に先駆けて実装されるのは非常に楽しみだね今月はマスターデュエルも世界大会の予選が開催されるため環境的には相変わらずティアラメンツが幅を利かせると思われるが他の新実装カードの詳細を待ちつつも OCG でも使ったことがないゴーティスで世界大会の予選に挑んでみたいぞというわけで俺はこれでターンエンドよかったらチャンネル登録もしてくれ。